またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよね。こんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだから、少し分かりやすく言ってやろう。今度は立って歩けないようにする。いえ、参ったと絶対言わない。お前は何も分かっちゃいねえ。死んじまったら次も何もねえんだ。命よりも意地が大切だってのか。そんなことでくたばって本当に満足なのか。答えろゴン。半蔵、ゴンを殺したら俺がお前を殺す。ゴン、お前の意地見届けるぜ。父さんに会いに行くんだ。父さんはハンターをしている。今はすごく遠いところにいるけど、いつか会えると信じてる。もし俺がここで諦めたら一生会えない気がする。だから引かない。引かなきゃ死ぬんだぜ。それでも引かない。理屈じゃないんだな、この意地っ張りが。参った、俺の負けだ。俺にお前は殺せねえ。かといってお前に参ったと言わせる術も思い浮かばねえ。俺は巻き上がりで次にかける。ダメだ。そんなのダメだよ。ずるい。ちゃんと二人でどうやって勝負するか決めようよ。言うと思ったぜ。バカかこの。てめえはどんな勝負しようが絶対参ったなんて言わねえだろうが。だからってこんな風に勝っても全然嬉しくないよ。じゃあどうすんだよ。だからさっきから言ってるじゃん、それは一緒に考えようって。要するにだ、俺はもう負ける気満々だが、もう一度勝つつもりで真剣に勝負をしろと。その上でお前が気持ちよく勝てるような勝負方法を一緒に考えろと。そういうことか。うん。おい審判、さっきも言ったが俺の負けだ。二回戦に行くぜ。 OK だ。第二試合、勝者ゴン。しかし委員会に言っておくが、これで決着したなんて思うなよ。そいつが目覚めたらきっと合格は辞退するぜ。自分が納得しない限り何一つ受け入れやしねえ。意志の強さは見ての通りだ。確かに火を見るよりも明らかだ。ゴンの場合見え見え。不合格者はたった一人なんだろう。こいつが不合格なら、俺たちのこの後の戦いは全て無意味になるんじゃないのか。どうなんだ。心配ご無用。ゴンは合格じゃ。本人が何と言おうとそれは変わらんよ。その言葉は信じていいな、会長さんよ。もちろんじゃ。わしが一度決めたことはわしが心変わりしても、たとえその子がごねてわしを殺しても変わらん。合格した後で資格が取り消されることはない。よっしゃ、これでクラピカに続いてゴンも晴れてハンターになれたってわけだ。納得してもらえたかな。ああ、俺はな。だが半蔵選手、
懸念はわかります。ゴン君への説得は私に一任してもらえませんか。気がついたら納得のいくまで話してみます。あんたなら大丈夫そうだ。頼んだぜ。何よそれって。他の試験官じゃ心もとないってこと。ハゲそうなくせに生意気よ。半蔵ですよ。ここにしてあんな奴人格的に失格よ。なんでなんでわざと負けたの。わざと殺さず参ったと言わせる方法くらい心得ているはずだろ。あんたならさ。俺は誰かを拷問するときは一生恨まれることを覚悟してやる。その方が確実だし気も楽だ。はあ？どんな奴でも痛めつけられた相手を見る目には卑屈な負の光が宿るもんだ。目に映る憎しみや恨みの光ってのは訓練してもなかなか隠せるもんじゃねえ。しかしゴンの目にはそれがなかった。消えてるんだ、すっかりと。信じられるか、腕を折られた直後なのによ。あいつの目はもうそのことを忘れちまってんだぜ。気に入っちまったんだあいつが。戦う気をそがれちまったのさ。立派な敗因だ。わざとじゃない。それでは引き続き第3試合、44番ひそか、191番ボドロ、前へ。これはこれで結構な大一番だな。ああ、接近戦になれば格闘家のボドロに分があるだろう。問題はひそかのカード攻撃をどう防ぐかだな。この対戦の敗者が俺の相手になるわけか。できれば二人とも負傷して引き分け、次の試合の俺は不戦勝ということになれば願ったり叶ったりなんだが。レオリオ、それを他力本願というのだよ。棚からおはぎとも言うよな。ボタ持ちだよ。つまらないね。何？熟しきってあとは腐るだけって果実は僕の好みじゃないんだよね。つまらぬかどうかは戦ってみてから言ってもらおう。年の割にすごい気迫じゃない。大したものです。勝負を決するのは実力ばかりではありません。最後は気迫ですからね。それではひそか対ボドロ、始め。私の拳は一撃でお主の体を突き抜ける。おっと失礼、あなたにはこれはいらないね。おや、気づきましたか。佐藤さん。よっこらしょっこら。ここは最終試験会場横の控室です。そっか、ハンター試験の最中だったんだ。腕はすぐくっつきますよ。あ、うん。そうだった。非常に綺麗に折ってくれています。むしろ完治した後は前より丈夫になるくらいのものです。一つ忠告しておきますが、ゴン君、意地を張るのもいいですが、何事にも天が与えてくれた時、それにふさわしい間、頃合いというものが存在します。そこを間違うと取り返しのつかぬことになりますよ。命は一つしかありませんからね。うん、何はともあれ合格おめでとうございます。佐藤さん、俺ダメです。
不合格者が何を言っても合格できないのと同じく、合格した者を不合格にすることは何者にもできません。君自身にもね。あとは君の気構え次第ですよ。ハンターとしての実力が全て備わっていることは、今回の試験が証明してくれたわけですから。でも俺、密かにも負けたし、半蔵さんにも勝てなかった。情けないや。みんなから借りを作って合格したみたいで。それがいけませんか。ゴン君、正直に言いましょう。メンチさんとブハラ君による第二次試験を通過した時点でも、君への評価は他の合格者と比べて特に抜きん出たものではありませんでした。12という年齢を考えれば特筆すべき能力ではありますが、ハンター試験は一律公平なものです。私もそうですが、他の者も君がここまで来るとは予想だにしなかったと思います。そうだよね、やっぱりまぐれかな。しかし、それは私たちの見る目が曇っていたのだとはっきり思い知らされました。ゴン君、君には最終試験の意味がわかりますか。それは、勝ち負けではありませんよ。それとは別の何かが試されたのです。会長が問われたその課題に君は答えた。だから合格できたのです。わからないのも無理はありません。会長のお考えには私たちでさえ及びのつかないところがありますからね。具体的なお話をしましょう。君の意思に関係なく、君にはライセンスカードが支給されます。ハンターのカード。ハンターの証、ライセンスカード。そしてそれをどうするかは君の意思に任されます。言うまでもないことですが、ハンター試験に合格したことはゴールではありません。ここからが始まりなのです。自分にハンターたる資格が備わってないと判断したなら、処分するのも封印するのも自由です。売却するのもいいでしょう。どうせ他人には飾りとして以上に使用することはできません。それでもステータスが欲しくて大金を払う人間は後を絶ちませんから、残りの人生遊んで暮らせますよ。7回ぐらいね。ただし合格者は再び試験を受けることはできませんが、先人たちの偉業の甲斐もあり、プロのハンターはかなり優遇されています。それゆえに資格を悪用することのみを考えて試験を受けに来る輩も後を絶ちません。そんな連中さえいなければ、本当は志望者全員を合格にしたって構わないとは会長の弁ですがね。ほとんどのプロハンターにとってこのカードは命より大事なものであると同時に、意味のないガラクタ同然のものでもあるのです。大事なのはハンターになってから何を成したかです。借りを受けたのならこれからじっくり返していけばいい。大事なのは常にこれから何を成すか、何を残したかですよ。大事なのは常にこれから。同じ意味のことを仲間からも言われたのに、俺分かってなかったみたいだ。最初に話した通り、物事にはそれに適した木があります。木が熟さねば何事も真に理解することはできません。知ることはできてもね。でも良い仲間をお持ちのようですね。真の友人というものも天賦の素質と同じく得難いものです。大切にした方が良いですよ。もちろん。過酷なハンター試験中にそこまで芯を置ける友人を作れるとは、常人離れした意志の強さといい、この子は一体。サトツさん。は？サトツさんはハンターとしてどんな仕事をしてるの？主に遺跡の発掘と修復、保護に当たっています。ふーん。以前は名誉を求め、新しい遺跡の発掘のみに心血を注いでいましたが、あるハンターの仕事を見てそんな自分が恥ずかしくなりましてね。資材を使って完璧な修繕を行い、将来的な遺跡の保護を考慮に入れた上で、一般の人々も見ることができるように環境整備が施されていました。
私は遺跡の美しさよりもその作業工程を思い打ちのめされました。現在ではそのハンターが行った仕事が遺跡管理のマニュアルとして世界的に取り入れられているほどです。へー。そのハンターには会ったことさえないのですが、私にとってはその人が手本なのです。そう、一度会って礼を言うのも私の夢の一つですね。すごい人なんだね、その人。ルルカ遺跡って聞いたことありませんか？父さんだ。サトツさんのハンターとしての生き方を変えたのは。ご存知ですか？話だけなんだけど、ルルカ文明最大の遺跡だって。興味があれば一度行ってみると良いでしょう。それは素晴らしいものです。うん。さて、ゴン君、これが君のライセンスカードです。俺のカード？このカードを使う時期は自分で決めればいい。君ならそれができるでしょう。うん。今までいろんな人に助けてもらっていっぱい借りを作って手に入れたカードだから、だからそれをみんな返してから使うことにするよ。うん。では改めて合格おめでとうございます。ありがとう。他の人はまだ試験の最中でしょ？いえ、もう試験は終了しました。本当？ええ、君はほぼ丸一日寝てたんですよ。他の合格者は簡単な講習を受けています。後で君にも受けてもらいますが。うん。でもそれより誰が落ちたの？サトツさん。それは。どうしました？大丈夫、収まった。ストレスでしょう。もう少し休んだ方が。それよりも。わかりました。順を追って話しましょう。まず第三試合。突き抜けるどころか鼻血も出ないね。手加減したのかな。せっかくあげたチャンスなのに。確かに手応えが。今度はこちらの番だね。手加減してあげるから死んじゃダメだよ。おいおい、これ以上手加減のしようがないのに。しょうがないな、小指一本でやるしかないかな。実力差もあり一方的な試合でしたが、なかなかボドロ氏も諦めませんでした。ボドロ氏の気迫は衰えを見せませんでした。しかし倒れたボドロ氏に第一線と同じくヒソカ氏が何か耳打ちをして、その直後今度はボドロ氏が負けを宣言しました。さっきの言葉は訂正するよ。結構面白かった。第四試合は半蔵氏とポックル氏。ゴン君の時と同じような体勢になりましたが、あっさりとポックル氏が負けを認めました。悪いが、あんたには遠慮しねえぜ。この一言が決め手でしたね。第5試合はレオリオ氏とボドロ氏でしたが、レオリオ氏がボドロ氏の怪我とダメージを理由に延期を要求し。許可する。
第6試合を先に行うこととなりましたが、参った。悪いけど、あんたとは戦う気がしないんでね。合格おめでとう。彼は自信たっぷりにこう言いました。おそらく次で勝てると判断したのでしょう。しかし、ギルア、それじゃ時間稼ぎなんねえだろうが。第7試合を先に行うしかなかろう。それでキルア氏とギタラクル氏が続いて戦うことになりました。彼にとって最大の誤算がそこにありました。ギタラクル対キルア、始め。キル、気がつかなかったようだね。ハンターハンター、キルアリタイア強制送還、キルアに何をした。